何撮ってるんですか？あ、こんばんは。こんばんは。どうも。宮古町をですね、はい、ちょっと今日はね、いろいろと、僕お酒飲まないんですけど、はい、ちょっと堪能しようと思って。あ、そうなんですか。どっかいいとこないですか？僕たち大阪人なんで、はい、大阪から。私はリポーターしてます、大野隆史と言います。はい、よろしくお願いいたします。わざわざ大阪から。エグザイルの方ですか？エグザイルのエグザイルの、はい、高広さん、そんなこと言っていただけるんですか。さすが大阪の人はなんだかありがたい。ちょっとじゃあもうぐっと寄っていただいてね。チーム大阪で。チーム大阪はその大分に何しに来られたんですか。仕事で。一応仕事。一応仕事で。なんかおすすめの店ないですか。僕が今聞いたところだったんですけども。ご飯食べてきた。ご飯食べてきた。じゃあ今から。散策しようかな。散策します。じゃあ一緒に行きましょうか。散策しに。そのままじゃあちょっと、はい、行きましょう。じゃあそういうことにしましょう。じゃあ行きましょう。早速。お酒飲まないテンション高い。全然お酒飲みませんね。今日はもう一滴もお酒飲みませんからね。ちなみに今日晩ご飯何食べてきたんですか。関あじと関さば。あ、それはいい。じゃあ肉でも行きますか。決まってないんですよ本当に。もう本当にもう今から自分でアポを取って一回栄養ドリンクとか入れなくていいですか。お、ヘパリーゼの次。いいいいこれ。ママちょっといいですか。うちの看板見て。はいはいはい、これ注意って書いてますからね。これちょっと宮古町で店をなんかこうちょっと楽しみたいなっていう。いや、もう正直言うとお姉ちゃんらしいんですよ。あ、お姉ちゃん。チーム大阪はもうお姉ちゃんなんですよ。僕は美味しいものが。そこのステーキ&ワインのそこの店なんかもすごく人気店ですよね。ステーキ&ワイン。今その左側のオープンテラスの。そうですか。言える感じですか。言える感じです。行きましょう。じゃあもう行きましょう。やぶん。ありがとうございます。すいません。じゃあまたどうも。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。ご飯行きましょう。撮影もいいんですか。いい。はい、アシスタントが前回探したじゃないですか。探しましたね。はい、連絡したんですけど、はい、誰も来れない。いないなと思ったんです。いないなと思ったんです。あれだけ1日ロケしてね、探したのにいないなと思ったんです。で、はい、用意していただいてた。ありがとうございます。ちょっとわざわざ大阪。でも急なオファーだったんです。そういうこと。本当に申し訳ない。前で私もあの名前聞きませんからね。もう名前大先輩先輩ということでいいですか。はい、結構後輩と後輩と。乾杯。ありがとうございます。すいません。ああ、美味しいしね。うん。一気に行く。これちょっと。そうきたか。最高のウーロン茶ですねこれは。もうもしかして出来上がる寸前じゃないですか。そうですね。もう上がる。ああ、と今お肉を来ました。国産牛のイチボステーキ。国産牛のイチボステーキでございます。うちの後輩が食レポしてくれます。後輩からじゃあ食レポ。そうか。じゃあ まず箸上げからね。これ箸上げからね。どうやって食べるのが一番おいしい。あ、そうですね。まずはそのままガイン。そのままガイン。ちょっと待ってくださいね。これ今もう箸上げしてますから。バカ野郎。ガイン がついたと思うんですよ。グッとこのガイン がついた。そう。グッとこれこれちょっと待ってください。カメラさんが撮りにくいの。こう。こういうことよ。ガーメンつけて、つけます。おぉ、バセロー、ありがとうございます。ああ、お褒めのね、なでなでが。そうやってお金を稼ぐ。一なでなでもらえますから。これはうまい。おいしい。ありがとうございます。あー、来た。これを来て、うまい。とハイボールをグッといって、大先輩グッといって、そしてカメラに向かって、うまい。もうちょっと怒涛のチーム大阪がね、あの番組の趣旨も全く聞かされずにね、ちょっとどうします。
カメラの前をね、ちょっと素通りするようなボケをかまそうと思ったらね、チーム大阪の後輩がよ、もう何の撮影ですかみたいな。このカメラの前を素通りするというプランを思いっきり私、やりますかこれちょっと。ちょっと10メーターぐらい離れてもらって。離れてるから。あれこれ福島さんじゃないの？これ福島さんでしょ？なんで知ってるんですか？知ってる、ちょっと。え、何されてるんですか？いや、今撮影ですよ。いや、もうやらない。やぶん。ジャングル公園は向こうになるんですね。そうですか。行ってみます。宮古町といえば。宮古町といえばジャングル公園。ひっそりと。ねえ。まさかたじゃない、やっぱり。ね、番組の撮影をしておりまして、はいはい、ちょうどお店の前をちょっと通ってですね、ちょっといいですか、はい、いいです、ちょっといいですか、宝ジェンヌ捕まえてきましたんで、ちょっと男前の宝ジェンヌを一番のおすすめは何ですか？うちの女の子のナオちゃんですよ。ナオちゃん、ナオちゃん、すみません、お願いしていいですか？ナオちゃん来ますんで、うん、ナオちゃん誰？お客さん。なおちゃんじゃない？なおちゃんじゃない。え、何ちゃんなの？坂本くんです。いつも来るの？いつも来る。ここの一番のおすすめは何なの？牛すじ。牛すじいいね、ちょっと。ママ、ちょっと牛すじ食べていいの？あ、いいの？いい？ちょっとじゃあカメラも入れていい？OK が出ましたね。言いましょう、ちょっと。店の雰囲気からね。いい雰囲気ですよ、お料理、スパタでも。あ、ママいいですか、ちょっと。僕お酒を全然飲まないので、お酒を飲まなくても宮古町が楽しめるのかっていう。楽しめますよ。あ、そうです。楽しみます。楽しみましょうと。牛筋をね、ちょっともういただいてね。来ました。ありがとうございます。あらら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 、ら、ちょっと。坂本ちゃんのおすすめということで。ありがとうございます。ご飯もちょっともう、足を入れただけでボロボロと。42年。ママじゃもう生まれた時からやってるってこと？そうです、16から。うわそう。ママ、本当大変してるんですよ。ママ、おいくつになるんですか？68です。68、若い。67かと思ったもんな。若いと思いますけど。すいません。ちっちゃいお店ですから、うん、もう、長くから皆さんに可愛がってもらってるんで、それだけで十分です。ありがとうございます。すいませんね、向こうがちょっとやかましくてね、もうちょっと。ちょっと、ちょっと、申し訳ないです。いやいや、ちょっと、もう大体感ちょっとね、うるさいんですよ、ちょっと。ごめんなさい。どうぞ。大体感ね、ありがとうございます。やぶん。本当昔はジャングルのようにもう鬱蒼としてたわけですよ。まあ、僕あんまりお酒が得意じゃなくて、お酒を飲まずに宮古町を楽しめるかっていう、そんな方法あるわけないじゃないですか。そんな方法があるわけないじゃないですか。後輩に彼氏ができたっていう報告を今日聞きました。祝杯じゃないのよ、これ。ちょっとしばらくぶり。これどっちから告白したの？彼の方から告白させるように仕向けたんですよ。違うの？ワンチャンです。ワンチャン。やめてもう、そう、優しいところ以外どういったところが良かったっけ？愛情表現が高くて、うん、彼が満たされる。彼が愛情表現が豊かなんで、どうしよう、このノロケを聞いてもどうすればいいですか？ノロケ取ったらいいじゃないの。ちょっと先輩の話でも聞きましょう、うん、先輩はその今日ノロケをそれじゃ聞くっていう、まあ、聞かされてる状況ね。聞いてちょっとなんかふざけんなよって、うん、ふざけんなよって。そうだ、それは。え、先輩はどうなの？彼氏がいるの？いないです。なんでいないの？性格に何がありかもしれない。ありそう。違う、すごい。ありそう。ありそうってひどくないですか？あ、もうありそうだ、これはちょっと。やぶん。
ちょっとあの気がついたんですけど、さっきからこの通りしか通ってないような気がするんですけど、私ポーさん、多分マップで見たらめちゃくちゃ狭い範囲を今歩いてるんです、はい、そうですか、マップで見たら、はい、ポーさん自身は今日楽しめてるんですか？楽しめてますね。飲んでないけど。ああ、飲んでないけど俺楽しめてますよ。満席です。満席です。もうここで行ってないところでもここしかないです。あれ、お客さんたちは？お邪魔いたします。許可をいただいたので、すいません、ごめんなさい。あの、君の醤油漬け、君の醤油漬けの卵かけご飯、卵かけご飯、締めです。今から食べる。じゃあこれから。はい、そうです。今日なんか皆さんちょっとあの貸し切りでと、はい、僕もだいぶもう17年8年リポーターやってますけど、お金持ってるな。ちょっと待ってくださいよ。持ってるな。いや、持ってない。俺はもう俺が一番持ってない。いやいやいや、俺が持ってない。こういうポロシャツを着る方も病院の先生。なんとなくこう、軽装を装うっていうのは、ね、これ、これ奥さんのサンダルでしょ。いやいや、違うの。遅れてきたもんね。こちらでございます。はい、美味しそう。はい。まあまあ。まあまあ。はい、大将。自分で一だったらしい。ちょっと。まあまあ。さすがでもなかった。山田君、一枚持ってきてください。すごいエネルギーでしたね、ちょっと。満足できる。いや、満足どころの話じゃないですよ、これ。お酒を飲まなくても、楽しめるというか、まあ、人とお話ができるっていうことが、まずこれ、一つの楽しみですね。びっくりしましたね。2回目やりましょうか。考えてみてください。この会話しか私もちょっと思わない。場所を確認しますよ。ここ7人ですよ。はい、ご覧ください。これより坂田です。こちらのお店で、はい、焼酎に合う一品料理を教えてください。ジャークポークになります。ジャークポークは焼酎と合うんでしょうか？はい、焼酎とよく合います。はい、ポークの豚バラの部位を使っているんですけど、ポークの油とスパイスがよく合うので、豚バラを使っています。小さいお店ですが、楽しく美味しいお店だと思うので、ぜひいらしてください。